どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はアーカイブアップロードのシェアをさせていただきたいと思います。アーカイブアップロードというのは、以前取り上げたガズレレレッスン動画を今このタイミングでもう一回ちょっとやってみようよということで、以前のレッスン動画をこの後このままシェアします。ぜひ取り組んでみてください。今回のテーマソングはドン畑基博さんの愛。これね、本当歌のメロディーとか珠玉のメロディーという感じで本当ウクレレに合うんでね、大いに歌ってみてください。この動画はですね、2017年に撮ってる、まあ3年前の動画になるんですけどね。はい、分かりやすく仕上がってると思います。3年前のガズさんもね、分かりやすかったということで、はい、では皆さんご覧ください。どうぞ。どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はですね、畑基博さんの愛、あの名曲をガズレレレレ流超簡単アレンジバージョンで、レッスン動画アップロードしたいと思います。はい、いつものように2パターンやりますよ。最初はなるべく初心者の方でも弾けるように簡単に落とし込んだものを、もちろんショートカットバージョンですけどね、やりまして、途中解説を入れ、後半は結構かっこいいバージョン、これは結構やりたくなっちゃうやつだと思いますけど、まあ焦らずにじっくり心込めて歌えるように長いスパンでね、考えて練習していったらいいと思います。ウクレレってね、どの楽器よりも簡単に始められて、しかも歌が歌えるんですよ。あなたも始めてみませんか？最高ですよ。で、私の YouTube を見ながらやれば、レッスン料も無料ですからね。はい。いつでもどこでもスマホでもできる。はい。そのリンクを今ここに貼りますんで、そこの初心者さんはここというところからやってみてください。はい。ここにリンクあります。クリック。いってらっしゃいませ。それでは早速、畑基博さん。はい。これは名曲ですよ。はい。これのシンプル簡単バージョンの方からやってみます。その前に、イントロのメロディーはですね、初心者レッスンの方は、初心者さんの方は口で言いますよ。後半はちゃんとメロディー弾くことになってますので、はい。その辺もお楽しみにしてください。ではシンプルバージョンやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。メン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 。
い、そういうわけで、畑基博さんの曲、シンプル簡単バージョンやってみました。どうですか？コード表、コードテロップ見て、どう思いました？結構これ知ってるコード多かったんじゃないですか？これかなり簡単アレンジしてますからね。皆さん、ゆっくりでいいんで、挑戦してみましょう。今のはもちろんショートカットバージョンで2番は省略してますんで、コード進行は同じでございますのでね、フルでやられた方はご自分でコード書いていってくださいませ。その時の参考になるように今私のノートを見せようと思います。はい。ですね。いつものように上の段に書いてあるのは今やったシンプル簡単バージョンで、下にこうブルンって書いてある、下に丸く書いてあるやつは、これからかっこいいバージョンのまあアレンジですので、それを元にこう書いていってください。じゃあ一回ちょっととにかく書いてみましょう。一時停止してメモってください。どうぞ。じゃあここまで、はい、ここも後から解説します、この図もね。はい、じゃあちょっとずらして、はい、一時停止どうぞ。このひらがなで書いてあるのがポイントでですね、この点が結構ヒントになってるんですよ。ここねサビですけど、その手に触れてなんですけど、そののから C が始まるっていう上意味のここの点なんです。その手に触れ、ここで C で 1,2,3,4 回弾くっていう、こういう風にリズムを取るんですよ。はい、じゃあちょっと引き続き書いててください。これがでっかいヒントになってくると思います。はい、まあガズレレ歌もんでもこれが結構ヒントになってると思うんです。それを、意識して見てみてください。で最後の、ショートカットバージョンですけど、最後盛り上がりのところを繰り返すと、ここで最後イントロに戻る、こういう今構成になってます。はい、それではコードの解説いきます。今ここはここが出て、今手で隠してるでしょ。こっちはかっこいいバージョンで、今やったのはこの8個のコードです。9個か、 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 そうですね、このコードよく見てください。 C でしょ、 F、 ここちょっと狭くなっちゃったんですけど、ここ C7 ですからね、これ C7、 F はこうですから、ね、ちょっとここややこしい、ごめんなさいね。 C と F と Am、 Dm、 D7、 G7、 E7、 Em7 です。見てくださいよく。ここぐるっと4つ囲って親戚って書いてある。ここ3つ囲って3兄弟って書いてある。この辺はもうわかりますよね。これガズレレ必須コードです。ガズレレ必須コード。ガズレレ YouTube チャンネルでウクレレで楽しくワイワイやろうと思ったら、このガズレレ必須コードさえ覚えていれば、このように弾けてしまう。そんなプロジェクト。プロジェクトじゃない。プログラムじゃない。ガズレレではですね、このコードだけは覚えてください。最低限覚えてくださいっていうのをまとめて必須コードと言ってるんです。それをここに解説して、解説している動画をリンクを貼りますので、行ってみてください。ここは覚えてね、入ってらっしゃい。ガズレリスコードはここで解説してますんで、今日は省略します。C7 はね、1弦の1フレットで、まあそこでもちょっと触れてますけれども。はい。では、ここから、かっこいいバージョンの方に突入します。これはかっこいいバージョンはね、結構奥深いですよ。まず出てくるコードを見てみましょう。F のアドナインスってコードです。これ簡単でしょ？ 2 弦の1フレットだけです。これ F、アドナインス。押さえるところは、ここ1個だけ、ここ1個だけ。なんともこの響き。いい感じ。このコード F の代わりに使っていきます。そしてあとサスポーが2つが混ざってくるんで、サスポーっていうのはね、まあおまけみたいなもんですけど、ここ D7 サスポーからいこうか。 D7 サスポー、ここに D7 が、どこだっけ、 D7 あ、これだ。これとこれとセットで使います。いいですか？ D7 っていうのはですね、こことここを押さえるでしょ。こういう風に押さえます。 D7 D7 サスポーはこれ押さえたまんまここです。2弦の3フレット。今 D7 サスポーで離して D7。この関係性です。D7 サスポー、D7。OK。D7 サスポー、D7。はい。次も G7 サスポー。G7 サスポーはね、これもね、よく出てくるんですよ、結構。これだけ見ると、わ、難しそうと思うでしょ？ G7 サスポーです。でも、こっちの G7 とセットで考えるんですよ。見てくださいね、これ。これとこれ。まず G7 からいこう。G7 はもう皆さんおなじみのコードでしょ。押さえるところはこことこことここのこの正三角形ですね。この正三角形。で、G7 サスポーはここです。1弦の3フレット。だからこれも G7 サスポーから G7 に行く。このサスポーから普通に戻る。このパターンが結構多いんで、セットで覚えちゃった。あとコードはね、このぐらいなんですよ。あ、Fm が出てくるか。これ今からやるのはかっこいいバージョンなんで、皆さん Fm ぐらいは抑えられるかな、どうかな。Fm 難しいよね。Fm できない人のために解説しましょう。Fm こことこ
こことここ、三つ押さえます。教科書通りの押さえ方だとこういうことになると思いますね。こういうふうに。上からこういう人差し指。これが、まあ、定番の押さえ方だと思うんですけど、私の場合は上を、四弦を一弦、親指で押さえちゃうの。こういうふうになりますけども。どっちでもいいです。これでもいいし、これでもいい。中にはこうやって押さえてる女子もいましたけどね、こう。これはね、でもない、ちょっと人間工学的にというかね、こっちに手が、ラインが行ってた方がいいから。一番上が人差し指の方がまあいいかと思うんですけど、まあまあ音が出てれば基本的にはいいと思いますよ。はい。それではこのコードを使っていくんですけど、イントロだ、イントロ。ちょっと弾くんで聞いててください。これかっこいいんです。いいですか？いきますよ。かっこいい。かっこいいでしょ？これイントロ解説します。これはね、思ったより簡単に弾けますね。まずこれを参考にしてください。これ、この表。これ、上から1弦なんですよ。1弦、2弦、3弦、4弦。1弦3フレット押さえて0、0、0ってことは、これ C ですよね。0っていうのは押さえないから。0、0、0、3だから、これ C ってことです。はい。C が分かったら、今度2弦の1フレット。ね。2弦の1フレット、2弦の0フレット、3弦の0フレット、4弦の0フレット、で、こういう風に時間が進んでいくんですよ。でん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 じゃん。この0111って、これ意味わかるかな？さっき出てきた、これなんですよ。F アドナインスなんですよ。ここ。0100でしょ？ほら。要は、ここから F アドナインスのコードで伸ばすってことですね。C 弾いて、ダン1000F アドナインスです。この表をメモると、なんとなくわかると思う。こういうふうに時間が進んでいって、この書いてあるところを弾くんですよ。いいですか？じゃあもう一回。最初 C ですよね。ダン、次、2弦の1フレット。次、2弦の0フレット。次は3弦の0フレット。次、4弦の0フレット。伸ばして、F アドナインス。ここ1本だけね。もう一回。リズムはちょっとシンコペーションですけど。でんでんでん、だんだん、だん。ちょっとこれ練習すればできそうじゃない？だんだんだん、ゼロ、ゼロ、はい。これを入れてみます。あ、リズムの方はですね、結構シンプルなアルペジオ中心でいいと思うんですけれども、まあガズペジオと、ミックスしたり、ちょっと盛り上げるとか、8ビート的な感じも出てきたりと、うまいことミックスさせて、ガズ流ではやってみようと思います。この辺を使い分けたり、まあ特に決まりなんですけど、ちょっとアルペジオっぽい響きの方が、この曲にはやっぱり、向いてるかなっていう感じがしますね。で、盛り上がるところで8ビートになったりとか、もうご自分で、気持ちがいいところを探していただければいいと思うんですけど、まあこれからやるかっこいいバージョンのデモはガズ流で、そんな感じでいろんなものをミックスして、かっこよくできればなと思います。ガズペジオとかアルペジオ分かんない方、ウクレレのリズムの、特集したページの中から、アルペジオとかガズペジオ探してみてください。ここクリックいってらっしゃい。ちょっと細かくコードが、最初やったシンプルバージョンより細かくなっているところとかもありますんで、ちょっとご注目しながら、やってみましょう。それではかっこいいバージョンやってみる！ 1,2,3,4
はい、やってみました。かっちょいい。いいですよ。これ、ウクレレですごく合います。愛。もう、畑基博さんの愛。なんていうのかな。アルペジオで本当にね、あの繊細な感じを、なんか、表現できたら楽しいんじゃないかな、なんて思います。アルペジオの感じどうです？きっちり決めるんじゃなくて、結構ゆるーく、いろんなことやった方が、なんかこの気持ちの感情の、なんか感じが現れるかな、という感じで、カチカチしない方がね、いいと思う。テンポもね、ゆったり。間延びしてるところも一個の表現として使ったりするといいかもしれませんね。一個だけね、ちょっとキーポイントのところがあって、最後の繰り返しのところの、まあ、ここのところなんですけど、ラストのとこね、じわり震える、でんだん、つたったん、ここだけちょっとフレーズやってる。ここはね、黄色で、表記しておきますので、やってみてくださいね。ここね、じわり震え、ここです。だんだんだ、つたったん。わかる？チャを入れる感じ。A マイナーから G7 一回入れてから D7 に飛ぶんだよね。じゃんじゃ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 んじゃん。アップで D7 ですかね。ここちょっと練習しておいてください。うん。だけちょっとシンコペーションのリズム8ビートの中で入りました。はい。いやー、ほんと畑基博さんの愛、ほらちょっと自分でもね、こうかなりこういい感じになりました。はい。畑基博さんの愛、ガズレレのレッスン動画、2017年3年前の動画ですけどもね、シェアさせていただきました。3年前のカズさんもね、分かりやすかったなと思って、はい。この曲やっぱりね、歌のメロディーラインとか透明感、あとこの旋律とウクレレの本当響きがすごくマッチすると思いますので、ちょっとじっくり取り組んでみてください。さあ、この楽しさ、十分味わっていただいたら、今度周りの方にもね、ぜひこの楽しさ、シェアしていってください。ガズレレ YouTube チャンネルご活用ください。いいねとかチャンネル登録よろしくお願いいたします。お知らせです。いつも使ってるこのガズのわがままウクレレなんですけど、本当に今大人気でございます。ありがとうございます。毎月1回程度、ある程度の、ウクレレをですね、販売して、事前予約で、注文を受け付けてるんですけど、本当ありがたいことに、もう本当に1日2日でソールドアウトになってしまう状態が続いてまして、また来月もこんな感じで、ご注文いただけるようにすると思うんですけど、今ベトナムでもちゃくんがこう、一生懸命、もうガズレレジーラオチームで、一丸となって取り組んでますので、まあ、ご注文いただいている方、もうちょっとお待ちください。そして、ちょっと気になっている方、来月もまたご案内ありますんでね、ぜひともよろしくお願いいたします。あとね、もうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもご紹介したガズクラブも今ね、500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはね、アプリなんですけど、ガズレレの。こっちも相当ね、いいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール、自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、やっぱ書いてありますんでね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ、前半に小杖さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのね、ところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね、水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これね、ぜひ皆さんこういうのね、ホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック、ここにほらわかる、ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的な商品で、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。で、これどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですね、こんな感じになってます。中は広くて。で、これ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね、取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたり、カポ入れたりとかできるかなと。で、これはですね、譜面台が入るんですけど、これ別に譜面台じゃなくてもいろんなもの入れられると思います。はい。そしてこれパッと収納すると、もうね、まあ、オールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはきっと思われないっていうのもあるし、これ見て、ここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ、これはね、もうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけないこの本たち、はい、これはリットミュージック社から出ているガズのね、まあ教則本とか楽譜、音楽のね、楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせてなんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね、
9万8千部とか9万9千部近くの出荷になってるんですよ。まあこれ本当わかりやすくて簡単なんで、はい、ぜひ皆さんこういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう、音楽聴くよりやる方が楽しい、ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。Yeah.